こんにちは、いたチャンネルです。今回は平等団地をご案内します。平等団地は1978年に開発が始まった広さ14ヘクタールのニュータウンです。平等団地は岩沼市街地の最も西にあります。仙台駅までは約19キロメートルあり、車で36分ほどかかります。今回のルートは宮城県道39号仙台岩沼線から平等団地に入り、団地内をめぐって岩沼駅に向かいます。このチャンネルでは仙台を中心に地域の街並みをご紹介し、これからの街づくりを考えていきます。右側は花時計岩沼です。花時計岩沼は1998年に開設された農業園芸施設です。敷地面積は 4.8 ヘクタールで、そこに総合管理棟、産直市、地域食材提供施設、ミニ FM 施設、市民農園などがあります。当初は第三セクターによって運営されましたが、政府不信により1999年から岩沼市が直営しています。しかし依然として経営は思うようにいかず、撮影の日にもほとんど入場者はありませんでした。このため岩沼市では2022年に子どもの笑顔あふれるアグリステーションをコンセプトとし、再整備をする方針です。右側に岩沼西中学校があります。岩沼西中学校は1986年4月に岩沼中学校、岩沼北中学校より分離して開校しました。2022年5月1日現在、17学級507人の生徒が在籍しています。花時計岩沼の脇を右に入ったところに金蛇水神社があります。金蛇水神社は金蛇沢という深い谷が平野に流れ出す出口に鎮座しており、水神信仰の霊場です。箕面姿をご神体としていることから、古来商売繁盛、金運満、厄除け開運、海上安全などの神様として信仰を集めています。境内には樹齢300年と言われる九龍の藤があります。また東北を代表する牡丹園などもあって、四季折々お参りする人々の姿が絶えることはありません。右折し坂を登ったところが平等団地です。平等団地は高台にあることから、岩沼市街を一望できるとともに太平洋まで見渡せます。平等団地では特に他の団地と変わったところはありません。対向車線を向かってくるのは岩沼市民バスです。開発が早かったことから道路は広いとは言えません。岩沼市の統計によりますと、2023年3月31日現在、平等1丁目から4丁目には276世帯614人が居住しています。令和2年国勢調査によりますと、人口総数640人のうち65歳以上の高齢者は320人であり、高齢化率は50.0% になります。この高齢化率は限界集落の目安になる高い割合です。これは造成開始から45年が経過し、賃貸住宅もほとんどないので、住民の世代交代が進んでいないことによると考えられます。平等団地の地名の由来は、この付近にあった平等山を切り崩して造成したことによるようです。なお平等山の名前は平等山横穴墓群などに残されています。平等団地では瀟洒な住宅が立ち並んでいます。猛暑だったこともあって、人や車はほとんど通っていません。ほとんどの家では車が駐車してあります。平等団地にスーパーやコンビニはありません。ただし平等団地から坂を降りた平等団地入り口バス停付近には、ローソン岩沼松ヶ丘店、丸太魚店松ヶ丘店などがあります。先ほどすれ違った岩沼市民バスは、岩沼市が運行しているコミュニティバスです。岩沼市民バスは路線バスが廃止になったため、1999年度から主に通学を目的として運行が始まったものです。運転業務は宮古バスに委託しています。当初は5路線で運行を開始しました。2018年には運行体系を再編し7路線になりました。平等団地を通る東西循環線は小回りと大回りの2系統です。
小回りコースは岩沼駅西口から平等団地入り口、平等団地、竹熊南などを経由し駅西口に戻ります。大回りコースは岩沼駅西口から平等団地、旭山公園入り口、岩沼駅東口、市役所前、竹熊南などを経由して駅西口に戻ります。小回りコース、大回りコースともに平日8便です。平等団地から駅西口までは約8分で到着します。大回りコースは小回りコースのバスが駅西口から引き続いて運行されます。平等団地から岩沼駅東口までは約19分かかります。現在の運賃は1乗車200円で、小中学生と70歳以上は100円です。2023年9月にはバスの日を記念して1乗車100円になります。正面には宮城県立支援学校岩沼高等学園があります。岩沼高等学園は2001年4月に開校した知的障害を主な教育対象とする特別支援学校です。高等部産業技術科だけを要しています。1年生は寄宿舎で生活します。2019年5月1日現在、15学級121人が在籍しています。この道路を直進し車で10分ほど行った先にグリーンティア岩沼があります。グリーンティア岩沼は年金福祉事業団が全国的に設置した年金保養施設の一つです。全国に13カ所の施設がありましたが、公的年金流用問題の発覚により廃止が決定されました。グリーンティア岩沼は2003年11月に岩沼市へ譲渡されました。グリーンティア岩沼にはホテル棟、スポーツ棟、プール棟、テニスコート、フットサル場、多目的広場などが設置されています。施設内のホテルについては2004年から阪急阪神第一ホテルグループが運営を担っていましたが、業績悪化のため2021年11月に閉館しました。その後ホテルテトラが岩沼市から建物と敷地の無償貸し付けを受け、2022年8月からホテルテトラリゾート仙台岩沼として営業を開始しています。岩沼市では2023年4月に高齢者に優しいバス交通を目指して岩沼市民バス運行計画を策定しました。この計画は高齢者の日常生活の足を確保しながら便利で利用しやすく、将来に持続可能な公共交通網の考え方を示すものです。バス路線網を見直し、岩沼デマンドタクシーの運行を見直し、 AI 技術を活用した運行を検討し、岩沼市にふさわしい公共交通の実現を目指すものです。岩沼駅西部地区では県道仙台岩沼線の東は AI バスの範囲となります。県道仙台岩沼線の西は岩沼デマンドタクシーの範囲となります。東西循環線小回りコースを駅にし、平等・新色吉循環線に改称し、一部ルートの変更と金蛇水神社など5カ所に新設バス停を設置する案です。また東武循環線大回りコースでは一部ルートの変更と伊藤チェーン・鈴木記念病院に新設バス停を設置する案です。平日の朝夕には大師線に急行便が設定されます。この計画の計画期間は2024年度から7年間で、2030年度の実現を目指します。平等団地に戻ってきました。平等団地の周りでは開発が続いています。平等団地の南側では賃貸住宅グリーンフィールドが建築されています。グリーンフィールドは1998年から建築された2階建て5棟、総戸数15戸の集合住宅です。その向かい側では何が建築されるのか分かりませんが、造成工事が行われています。県道仙台岩沼線の東側では土地区画整理事業により次々と住宅地が造成されました。平等団地東側の線岸は1976年から開発が始まった広さ 28.1 ヘクタールの住宅地です。住居表示は松ヶ丘になりました。仙岸には岩沼仙岸住宅があります。岩沼仙岸住宅は1980年度および1986年度に入居が開始した県営住宅です。3階建て6棟で総戸数102戸です。ちなみに
松ヶ丘には1738人が居住しており、うち高齢者は528人で、高齢化率は 30.4% です。平等団地の高齢化率が突出して高いようです。左側に JA 名取岩沼洗顔支店があります。 JA 名取岩沼洗顔支店では農協の業務のほかに農産物直販所が設けられています。この先の交差点が平等団地入り口です。ローソン岩沼松ヶ丘店の横に岩沼市民バスの平等団地入り口のバス停があります。その先には朝日山公園があります。朝日山公園は広さ 15.8 ヘクタールの総合公園です。いろいろな種類の遊具のほか、野球場、テニスコートなどもあります。右に入ったところに岩沼西小学校があります。岩沼西小学校は1977年に開校しました。2022年5月1日現在、33学級963人の児童が在籍しています。左に入ったところに名取高校があります。名取高校は1924年4月に開校した県立高校です。名取市がなかった頃に名取郡岩沼町の郡名を取って名付けられました。2023年度は全日制普通科18クラス、家政科3クラス合わせて817人が在籍し、定時制普通科には46人が在籍しています。この道の突き当たりに岩沼駅西口があります。岩沼駅は東北本線と常磐線の分岐駅です。仙台駅までは普通列車で二十数分かかります。東口には岩沼市民バスが発着するほか、仙台バスが運行する臨空循環バスの乗り場もあります。跨線橋があり、東西がつながっています。跨線橋にはスイカなどの交通カード専用の西口改札口があります。西口には岩沼市民バスの駅西口の乗り場のほか、ロータリー、タクシー乗り場もあります。今回は平等団地を見てきました。平等団地は岩沼市で最初の頃に造成されたニュータウンです。高台にあって太平洋を望むことができ、西側は山林になっているなど自然が豊かなところです。造成から45年が過ぎ、高齢化率は 50.0% となり、住民の2人に1人が高齢者になっています。団地にスーパーはなく、車を利用できなかったり無理して運転を続けているお年寄りの交通手段が課題になっています。岩沼市では岩沼市民バスの運行経路などを変更し、高齢者に優しいバス交通を計画していますが、実現は7年後の予定です。しかし7年待つのはお年寄りにとっては大変なことです。早期にできることから実現させ、お年寄りにとって優しい街をぜひ作っていただきたいと思います。それでは平等団地のご案内を終わります。ご視聴ありがとうございました。